一分劇場、優しき狼、ある村の少女が山で熊に襲われそうになったところ、心優しい狼が現れ、勇敢にも熊に立ち向かい熊を追い払いました。少女は村に戻り、狼は優しい生き物だと村人に言いました。それを聞いた村の少年は一人で狼に会いに行きましたが、運悪く心優しい狼ではなく気性の荒い狼に出会ってしまい、少年は食い殺されてしまいました。村人は狼が危険な生き物だと騒ぎ立て、狼狩りに行き、少女を助けた優しい狼は村人に撃ち殺されてしまいました。少女は死んだ狼に何度もごめんなさいと謝り続けたそうです。